はい、それではね、キンザのインストールをしてみたいと思います。まずは、キンザ JP で検索すると、これが出ますと。キンザをダウンロード、ここを押しますと。そうするとダウンロード始まって終わりましたね。で、クリック。ファイルを実行しますかと。で、実行。こういうのが出ます。それで、同意すると。でですね、デスクトップのショートカット作成する、クイックキドアイコン作らない。スタートメニューにショートカットを作成、する。キンザをデフォルトのブラウザで設定しないと。とりあえず今は、デフォルトのブラウザーに設定しないです。はい、次へ。インストール実行しています。インストールが完了しました。コングラチュレーションズ。完了と。そうすると、こんなブラウザ出てきました。よいしょ。こんなブラウザね、出てきます。これ勝手に起動します。なんか、クロームに似てるね、やっぱりね。ショートカットとか、効くね。コントロール N。あ、コントロール N はコントロール W。あ、効くね。シークレットモード。あれかな。なんか、クロームだね、これね。全くもってクロームっぽくね。挙動が。で、クロームの、あれでしょ？プラグインとかも使えるわけでしょ、これ。どう違うんだろうね。よくわからんね。金山の設定 RSS。 なんじゃらこれ。定ログイン、本当クロームとそっくりだね。クロームより軽いよということが売りなのかな。新しいタイプのクローマアプリ。この辺使ったことないからよくわかんないけど、まあクロームでしょう、これ見た感じね。